はじめさんもヤンカーさんもギフトありがとう。柴田さんめっちゃ可愛いギフトありがとうございます。めっちゃ可愛いちょっともうなんか調子に乗ったら下手くそだった。柴田さんありがとうございます。ヒデキンガーさん、日野田さん可愛いギフト10個ありがとう。ありがとう。可愛いギフト。可愛いギフト10個の時は何したらいいんだろう。可愛いギフト10個ありがとうございます。もうちょっと恥ずかしいからこれは1回だけにしとこう。そう、今日はオンラインお話し会ありがとうございました。鳥さんさん、あちこさん、ギフトありがとう。りょたさん、星10個ありがとう。星、虹色の星10個の時は何したらいいんだろう。虹色の星10個ありがとうございます。何したらいいんだろう。ウィンク。なんかさ、開始3分ぐらいでウィンクしすぎ説があるのでちょっと控えよう。陣内さん、お話し会ありがとうって。こちらこそありがとう。皆さんありがとうございました。アイリンガルさん、セルヒオリコさん、星10個、陣内さんもありがとう。イギータさんありがとうございます。ビルマさん、クマありがとう。クマありがとうございます。ビルマさん、カズサさん、なにこれ、鏡餅。なんか今日ね、視界がずっとぼやけてるんですよね。私ありがとうございます。キータさん、似合うゲストありがとう。声響かんくなったでしょう。もうね、場所を戻した。もうね、クローゼットの半分入り込んでやってます。クローゼットに入り込んでやってるので声はね響かないと思います。でもちょっとこたつが来たら、クローゼットのここではこたつに入りながら配信できないので、ちょっと考えます、場所。こたつが来るまではもうここでいいや。カズさん、セルヒオリコさん、ギフトありがとう。リュッチさんも星10個、ありがとうございます。ちょっと待って、なんかコメントに時差があるないかな。時差があるかもしれん。ね、お話し会楽しかった、ありがとう。今日はね、図書館デートコーデでした。やんか、あ、お団子か。ヤンカーさん、お団子ありがとう。あ、そっか、月見だからお団子か。何これ。え、なんかちょっと画面が固まった。え、画面が固まった。あ、動き出した。あ、すごい。え、月が光ってるよ。可愛いくしゃみのコツを教えてください。可愛いくしゃみは、全然くしゃみ、本当のくしゃみじゃない時にすること。あ、ちょっとくしゃみが出そう。くしこんな感じです。ケイブンさん、尊いギフトありがとう。ちょっと時差があるかもしれん。え、ミラーボール、リンゴさんありがとう。え、なんかミラーボールじゃなかった気がする。ミラーボールじゃなくて月だったよ。月がめっちゃ光ってた。満月ミラーボールなんだ。え、ありがとう。いっぱいありがとうございます。びっくりした。すごい、なかなか粋な計らいですね。ちょっと待って、なんか時差がない。あ、なるほどって演技派やってんなーって。あ、うまいでしょ、うまいでしょ。キョタさん、かわいいギフトありがとう。あ、追いつきました。追いつきましたので、ちょっとこのままやろう。久しぶりになんか
画面を止めてコメント読んでたら時差ができました。ありがとうございました。お話し会どこまで話したっけ何の話してたっけなんかいろんな話を交差してたのでちょっと分かんなくなっちゃった。あ、そう、今日はね図書館デート風ということでちょっとシックな感じでベレー帽なんかかぶっちゃったりしてやらせていただいておりました。よしひこさん、かわいいギフトありがとう。ベレー帽、ベレー帽ね、私私服では初めてかぶりましたけどかぶり方合ってるかな。ゆずきちさん、かわいいギフト10個ありがとうございます。あ、やめよう、やめよう、この文化はちょっとやめよう、ちょっとメンタルが削れるかもしれない。あ、そう、あのさっき初めに言おうとしてたのはあのね、お話し会のツーショット会とかでもめっちゃ可愛いのポーズでお願いしますって言ってくださる方も結構いらっしゃってすごい、もうなんかめっちゃ可愛いのポーズって冷静に考えたらこれなんだろうって思って面白かったですしんやさんもすすきありがとう、ありがとう。冷静に考えたらね、いや本当はこれはめちゃ可愛いの、いい、え、いいの向きにこれちゃんとなってる？え、これ、え、これいいの向きになってますか？私側から見たらいいの向きなんです。あ、なってる、なってるんだ。あ、なってるんだ。私側からこれ見た映像と配信されてる映像って全く一緒なんですかね。反転とかされてないのかな。あ、そうなんだ。え、反転さ、あ、そっか、反、あれ、反転、反転されいい、あれいい、あ、え、あ、違うね、反転してるから、反転してるので私から見たらこれはいいじゃないや私側から見たらこれいいじゃないや。あ、そっか、これはよだあ、ごめんなさい、これはよでした。だから私側から見たらこれはよなんだ。ちょっと今日頭が回ってないのかもしれないですね。私から見たらよでした、なので皆さんから見たらいいなんだ。なるほどなるほどなるほど、理解しました。じゃあこの向きでいいんですね。理解理解。あ、そう、私から見たらめちゃかわよーになってるそれもそれでありだけどね、めちゃかわよこれもまああり、私から見たらめちゃかわよですね。楽しかい、楽しかったですって、ありがとうございます。またお待ちしております今日ね、朝なかなか起きれなくて、起きようって思ってた時間より30分ぐらい遅くなっちゃって。あ、カズさんめちゃ可愛いよ、ありがとうございますめちゃ可愛いよ。そう、なのでね、何の話、あ、そうそうそう、なかなか朝起きれなくて、いや朝方なんですけど起きれない日ってもあるじゃないですか。私は基本バッチリバッチリ一番パーフェクトまで回復する睡眠時間が8時間なんですけど、今日はねそんなには寝れなかったのでちょっとあんまり起きれなかったんですけどそう、なのでね、もう全速ダッシュしました。めっちゃ疲れた、ダッシュした。そう、あのメールでは全身写真送ったんですけど、今日ね新しい靴、新しい靴、下ろしたての靴で、買ったばかりの靴でお話し会挑んだんですけど、結構高さあって
かっちりした感じの靴でそれで走ったのでちょっと痛かったっていう話翔一さんスター星5個ありがとう。そう、靴ずれ絶対これしたって思ったんですけど、今見たらもう特にしてなかった絶対靴ずれしたじゃんって思って、痛かったんですよその時は。だからそう思ったら別に特に何にもなってなかったからよかった。いや、それで間に合ったのでよかったです。そう、今日ね可愛い靴履いてました。でもお話し会オンラインじゃ見えないからちょっと残念。なんかね、秋にちょっとぴったりな感じの買ったので、またどこかでお見せします。タクシーはね乗ってないですよ。もう私タクシーはちょっと卒業したのでそうですよ。カズさん星5個、ヤマイさんも虹色の星5個ありがとうございますそう、最近はね、あの高さのある靴が割と好きなんです。なんかこれまでは結構ペタンコの靴が私好きだったんですけど、最近はね高い靴が好き。ペタンコの方が歩きやすいって、高さがあったら歩きにくいと思ってたんですけど、高さがあってもそんなに歩きにくくないっていうことに気づきましてそう、厚底好きですね。話し会ありがとねって、こちらこそこんばんにゃありがとうございます。また話しましょう。そう、翔一さんもクマありがとうございます。翔一さんクマありがとう。クマありがとうございます。ありがくま。今日の服装かわいいって嬉しい。なんか結構メンバーも褒めてくれて嬉しかった嬉しかったです。なん黒って私あんまり着ないんですけど、黒も着ようかなとちょっと思いましたトゥン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 トゥ。厚底履いても170センチにはならないですよね。163センチなので私が、え、160、え、でも7とかなるかな。おお、いいね、いいですね、良いですね。私本当は165センチ欲しかったんですよね。今からでも伸びる。あ、でもね、あの私いつもそうなんですけど、めちゃめちゃ寝た日はあの体幹性伸びてる本当に十何時間とか寝た日は目が覚めてこうパッて起きて鏡とか見たら、あ、なんか背高くなったって思う。え、どうなんだろう、実際にさ家に身長の測るなんていうんだろう測定器がないからは本当に伸びてるかわかんないけど。鳥さんさん、すすきありがとう、ありがとう。ツナマヨさん、かわいいギフトありがとうございます。あ、実際骨の感覚が伸びてるの。あ、本当に伸びてるの。え、どうなんだろう。あ、朝は重量受けてないから伸びてるの。ベレッタさんも可愛いギフトありがとうございます。
牛乳はね飲んでないです。ちっちゃい頃は毎日飲んでたけど、牛乳はなんかもう年々年々なんか体質が合わなくなっちゃった。でもそうだよね、メンバーと並んだら割と高身長な方かもしれません。高身長な方だと思います。割と、そうなのよね。どれぐらいなんだろう。あ、だから最近は高い靴履いてるので、それで結構高くなってるかも。メンバーの中にもだいぶ高くなってるかもしれません。あ、でも昨日かな、昨日レッスンだったんですけど、あ、そう、昨日 M ステだったね。ってめっちゃ話が飛んじゃう。ちょっと後で話すわ。昨日レッスンだったんですけど、私多分さこちゃんとなんかの立ち位置での時並んで鏡見たら、さこちゃんめっちゃ背が伸びてるって思った。さこちゃんめっちゃ背が伸びてない？すごいすごいって思った。そう、ごめんなさい、話がもうめちゃめちゃいろんなとこに飛んでってと思いましたね。だからそう、このままじゃ抜かされちゃうかもって思って、そう、それをびっくり、内心びっくりしてましたレッスン中。そう、それで昨日は、さこちゃんって STU に入って14センチ伸びたんですか？本当に14センチ伸びたの？14センチってどれぐらい？これぐらい？これぐらいじゃない？すごい、本当かな、本当なの？もっと長いの？5センチ、10センチ、14、これぐらい？もっと？もっとなの？そんなになの？5センチってこれぐらい？もうこれ親指、小指から親指伸ばした長さこれぐらいなの？こん14センチってこんなに長いの？こんなに長いんですか？そうなんだ。確かに30センチ定規の半分だもん。あ、そう考えたら30センチ定規がこれぐらいだから、これぐらいか。待って、こんな長いの？ちょっとわかんないわかんない。ちょっと後でなんか見よう。すごいね、成長痛とかあるのかな。何の話してた？今日の服画家っぽさありますって、ちょっとそれ言われた。ベレー帽って確かに画家さんのイメージもありますよね。いいですね。じゃあこれで絵を描きに行きたいですね、どこかに。そう、それで昨日は21時過ぎまでレッスンだったので、そこから急ぎました。そこでも走りましたね。そう、リコちゃんの家に行って M ステ見させてもらいました。
からね、ちょっとオープニングとかは見れなかったんだけど、バタバタでリコちゃんち行って、そしたらちょうど STU の場面で、おーっておーってなった。確かに最近ダッシュ多めかも。そう聞いてく、あ待って、また話を飛ばせようとしているまた話を飛ばせようとしている。先にちょっと M ステ、そう M ステに STU が、 STU が出てるって思って震えましたね。うん、ずっと騒いでたリコちゃんと、あすごい、あかわいいって騒いで見てましたけど、ちょうど見れてよかったって思って。ねえ震えたねそう、私のお家はテレビがなかったので、リコタク、リコタクで見ました。そうねそうですね、次はね、そういう、またこういう機会があったら出させていただけるように頑張りたいと思いますのでので頑張ろう。あ、確かにリコタク、工藤拓くん、キクちゃん、クマありがとうございます。クマありがとう、ありがとうございます。いつも顔を潰しちゃう。キクちゃんありがとう。そうですね、次は皆さんとテレビ越しで会えるように頑張ります。リアルお話し会申し込みましたって、よろしくねって、よろしくお願いします。そう、またね、お話し会も追加日程も出てましたねくまさん顔が痛いか。新しいバージョンが、花は誰のもの、発売されますそうで、またお話し会の日程が追加されております。10月と11月と12月、12月はあれだよね、クリスマス当日の日も確かありましたね。25日お話し会オンラインかなオンラインだっけ。そう、三大賞でなので、ぜひ皆さんクリスマスは私のために私のために開けてくださいそう、サンタさんあれ、そう、パシフィコ横浜サンタさんか。そう、直接会うお話し会もサンタさんなので、それは初めてじゃない。確か前回もクリスマスの時期オンラインは三大賞あったんですけど、直接会うお話し会での三大賞は初めてだね。そう、他の日はね、何を着る予定かはちょっと絶賛考え中です。でも明日ぐらいには決定しようかと思います。そっか、去年
チャートリのクリスマスライブ、クリスマスコンサートありましたね。懐かしい。懐かしいっていうのもおかしいな。あれからもう1年っていうのがびっくりかも。あれから1年、あれから1年なのね。今年もまたなんかできるかな。明日決定って言って大丈夫って。大丈夫、もうね、ここまで、ここまで決まってるのでそう、ここまで、ここまで決まってる。またり、またリアルお話し会でさやかりんとお話ししたいです。お話ししましょう。サンタ、サンタリンです。サンタリンとお話ししましょう。ビルマさん、なんだなんだなんだ、ぶどう、ぶどうありがとう、ぶどうありがとう。今日、今日スーパーでぶどうが売ってたすごい、すごいどうでもいい報告しちゃった。ぶどうとシャインマスカットが売ってて、あ、買いたいって思ったけど我慢したぶどうの季節ですね。ねえ、もう秋か。もう秋なのね。そうね。でもシャインマスカットめっちゃ好き。めっちゃ好き。美味しいよね。美味しいよね。アッキーザラ大好きマンさん、ギフトありがとう。うん、皮ごと食べれるの美味しいよね。そう、今日あれ、この話したっけ今日15夜って話私今したっけ。あれ、今日15夜っていう話はしただろうか。あ、してない、してないの。なんかもう私の中でしたような気になっちゃってた今日15夜らしいですよね。今日満月らしいよ。私もさ、知らなくて、聞いて知った。ゆういちさん、かわいいギフトありがとう、ありがとう。え、月綺麗だった。え、どうだろう、まだ見てないから、ちょっと配信が終わったら見てみようと思います。ベランダに出て満月かどうか。え、15夜あ、でもそう、曇ってるかな。今日は、今日雨だったんですよね。そう、さっき私がは、あの、話が飛びそうなのでやめますって言った話は、今日朝一旦家出たんですよ、ガチャって。それで普通に歩き出そうとしたら、あれ、これ雨降ってないってなって、私日傘持って出ちゃってたので、また引き返して雨傘に変えてとかしてたので、私は全速力で走らないといけない羽目になりました。そう、だから雨だった。たまにあるよね。私はたまにある。家を出てから、あれ、これ雨じゃんこれ雨じゃんってなる。ちゃんと傘は今日は忘れずに持って帰りました。そう、ひずきちさん、すすきありがとう。いや、天気予報そんな見ないタイプではないんですけど、もうなんかわかんないけど今日は晴れだという私の中でのなんかわかんないけど、そう思い込みがあって、
今日あの今日の新しく下ろした靴はねめっちゃ走りづらかった。えびっくりするぐらい走りづらかった。多分過去最大で走りづらい靴でした。だからすごい苦戦しながら、全然速度あんま出なかったけど頑張った。あ、東京では満月綺麗に見えるんだ。見えるかな広島、見てみよう。緑の日傘見つかったって、まだ見つかってないです。どこ行ったんだろう。レッスン場も見てみたけどなかったから、どこで忘れてきたのかな。あ、福岡も満月綺麗なんだ。じゃあ広島も綺麗かな。ね、もう帰る時とか全然雨降ってなかったからね。今日お話し会で体操服メンバーが多かった気がする体操服着てるメンバー多かったな。リコチで思い出した。ももちゃん着てたね、可愛かった可愛かったよ、恥ずかしがってた。そう、ゆきさんも着てましたね。ゆきりかさん、ゆきりかさんにポニーテールとツインテールどっちがいいと思うって聞かれたので、私のもう私の好みを私の好みだったらツインだなって言った。じゃあツインにするって言ってツインにしてくれてた。いやでもポニーテールも捨てがたいなと思ったけど、もうね私のもう私の好みをもう押し付けてしまった。ちょっとポニーテールファンだった方はちょっとごめんなさい。原田の責任です。原田の責任です。私はねツイン派なんですよね。でもねポニーテールもね捨てがたかったよ。ちゃんとわかります。わかります。確かに運動的に考えたら、運動会とかで考えたらねポニーテールもいいなってちゃんと思いましたけど、もうね私のもう私のただ単の好みで、好みはねツインテールだったんですよ。リサンさん、虹色の星10個ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね、そういえばサーヤンの髪飾りもどっちがいいと思うって聞かれて選んだ。ツーショット会の時の髪飾り、でも結局サーヤンどっちにしたんだろう。めっちゃいっぱいいろんなアクセサリー持ってて、もうどれも似合ってた、可愛かった。あ、そう、え、リボンのやつ、え、どうなんだろう、サーヤンどれにしたのかな。リボンのやつとか白い、なんだあれは、バレッタ的なのだったのかな。違いと思うって。でもティアラとかも持っててね、全部可愛かった。あ、確かにこれで、え、どっちだったんだろうって言って答えられた方は、あれなんで知ってるのってなりますからね。確かに。多分いろんな時間で
付け替えてたんじゃないかな。リボンみたいよってリボンだったのかな。から頭の中で M ステの音楽が流れてる。でも服的には服的にはこのリボンのが合う気が合うと思うって言った。調べたらサーヤリボンつけてたの。あ、じゃあ私が選んだやつつけてくれてる選んだ方をつけてくれてる。嬉しいね。トン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 。9月はあと1回お話し会がございますね。何らかの何らかのコスプレをすると言ってるので、お楽しみに、お楽しみにしててください。ちょっと当日まで秘密でいます多分ので来てみてのお楽しみということで、何にしようかな。そう、今日はねブラックコーヒーを私は飲んでました。うん、ちょっとサプライズ演出サプライズ演出にしようと。見てみてのお楽しみなので、ちょっとドキドキで待っててください。どうしようかな、どうしようかな。ひなさんが今日さアーニャのコスプレ服を着てて可愛かった可愛かった。ひなさんはもう存在が可愛いので、もう可愛いかける可愛いで語彙力がないめっちゃ可愛かった語彙力のない感想言ってしまった。可愛いかける可愛いでめっちゃ可愛かったって。ひょういちさん、結婚してギフトありがとうございます。結婚はちょっとしないかなもうちょっとこの結婚してギフトは最近はちょっと足らわれるギフトになってるけど大丈夫そう。なんかさ、手紙もありがとう。あ、文通からってそういうことそうね、文通を16年
単位が小学生、メールは大丈夫ってメール、もうこんな時間なの。え、もうこんな時間なの、早いね。時が経つのはあっという間ですね。びっくりしちゃう。もうこんな時間なのか。すすむさん、結婚してギフト20個か。20個もくれたの。20個はそれ結婚ちょっとできないかな。ありがとうございます、ギフトありがとう。すすむんさん、グッジョブ。さぬきっこさん、かわいいギフト10個、ありがとう、ありがとう。トブリオさん、結婚してギフト1個。それは結婚願望がないです、私。結婚願望がちょっとないかな、私。あ、そっか、メールはね、もう文をね、私は作ってたんですよ、配信始める前に。なのでちょっとギリギリで全然大丈夫、50全然いけますね、まだ。そう、そんなこともあろうかと。あ、そうだ、確かその書いた名、あ、そうそうそう、15夜だってそう書いてるんですよ。もうちょっとネタバレしちゃった、ネタバレしちゃったけど、ちょっとそう書いてたから、さっき、あ、そういうことね、あ、ごめんなさい、勝手に一人で納得した。だからさっき、あ、なんか話してたような気になっちゃったんだ。そういうことなんだか、そういうことなんだね、なるほどなるほど。1億フォロワーが見てるからって、そう、ツイッターね、1億人フォロワー、1000万人、ん？ 1000万人フォロワー達成しましたってメールで間違えちゃったので、ちょっとお話し会でも1億人おめでとうって言ってくださる方がいて、あ、お、お、ありがとうございます。私、髪伸びたって言わないそうでしょ。なんかね、あの、見返したんです、髪切った時の写真を、あの、配信終わった後にもよくよく、そしたら、ね、伸びてなかったです。伸びてなかったです、なんかこれぐらいでした。でも伸びたかと思ったんですけど、多分ね、見慣れたということなんだと思います。私、見慣れたんだね。こんばんは、こんばんは。そう、そうらしい。もうこの長さに見慣れたというか、ちょっとは伸びたね、ちょっとは伸びたかも、うん、ちょっとは伸びたと思う。バン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 さん、お月見、お月見のお団子ありがとう。そうだから、昨日の、昨日だっけ、いつだっけ、配信2日前かなの配信はね、ちょっと髪が伸びたばっかり言ってしまいまして、非常に無駄な時間を過ごさせてしまって申し訳ございませんでした。12月のリアルお話し会申し込むってありがとう、こんばんは、こんばんは、ありがとう。サンタリンが待ってます。会いましょう、横浜、楽しみですね。いや、でもさ、ま、今この時期に12月とかもうまだまだ先じゃんって絶対思ってるじゃないですか。思ってますよね。すごい、僕思ってると思うんですよ、皆さん。
はいってすごい素直すごい素直ですね。そうなんですけど、あっという間に来ます。あっという間に来るんです。あ、すごい素直です、素直素直、ありがとう思ってますって。そう、あっという間に来るんですよ本当に。まあ、特にだからといってどういうわけでもないんですけど、なのでもう今を大切に過ごしましょう。もう私学んだ、そう学んだ、もうね、という間に来てる。多分もうね、体感的にはもう2週間後ぐらいにそれは言い過ぎかなちょっと言い過ぎかも、言い過ぎかもしれないけど、あ、もうすぐですね。あ、今週お話し会でサンタリンでお待ちしてますって言ってますよ。言い過ぎ、ちょっと言い過ぎ感ある。ちょっと持ったかも、ごめんなさい。ちょっと持ったかも。でもちょっと例え的にはもうそれぐらいなんです。それぐらい。気づいた時にはもう皆さん、サンタリンと会ってます。12月に、あー、ヤッホー、ありがとう、メリークリスマスって言い合ってますのでもうね、もう体感2週間ぐらいには言い合ってるので、楽しみですね。そうだね、だから秋はね、秋って短いからね、ちょっと見過ごさないようにしなきゃね。え、だって早くない？もう昇格コンサートからもう1年ですよ。早くない？早いよね。あー、すげえ恐ろしい。何を語ってるって言われてるごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと時の流れについていけてない人なので。なのでね、一日を大切に過ごしましょうということで、今日はそろそろ終わろうかと思います。メール送ろう。テロップどうしよう。テロップ、どうしようかな。皆さんがもう忘れたであろうところから引っ張り出してきた。ということで、そろそろ壇上を読ませていただこうと思います。ダダダダン。13位リュッチさん、ありがとうございます。12位ヤマイさん、ありがとうございます。11位カズさん、早くに倒し、ありがとうございます。10位セルヒオリコさん、ありがとうございます。
9位ビルマさん、ありがとうございます。8位ひなたさん、ありがとうございます。7位りょたさん、ありがとうございますありがとうございます。6位きくちゃん、ありがとうございます。5位ゆずきちさん、ありがとうございます。4位かずささん、ありがとうございます。3位とりさんさん、ありがとうございます。2位すすむんさん、ありがとうございます。そして1位しょういちさん、ありがとうございます。ありがとう。パチ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 。そして本日の大吉の方はのりヘクスさんです。おめでとうございます。パチ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 、おめでとう。ということで皆さん、今日土曜日でしたね。どんな土曜日だったでしょうかということで土曜日も一日お疲れ様でした。配信もありがとうございました。まったり話してくださって。明日は日曜日ですけど、夜更かしはしすぎずにお互い早めに寝て明日に備えましょう。ということでありがとうございましたそう、自分自身にも言い聞かせてるありがとう。おやすみなさい。良い夢を。ありがとう。バイバーイ。ありがとう。